のこと書いてくれてるかなと思い、早速みんなのコメントをチェックしてみたいと思います。ねえ、もう今日も早速ね、あのフライングしてくれてる方もいるんでありがたいです。ということでね、読みたいと思います。ネルソンさん、今日も完璧にフライングです。なんとタイミングのいいことってね、フライングしてる時間までタイミングがいいってことですか。で最後に少し痩せたかなって、え、私痩せました、本当ですか。やっぱ黒い服着たら痩せて見えるんかな。いや嬉しいですね、ありがとうございます。いや気痩せれ、気痩せれって言うんですか、日本語ちょっとおかしいな、うん。そしてスーパー男さん、こんばんは。今日は2番乗りとね、早く再放送見れるようになるといいなって書いてくれてますね。おっと、再放送といえばもうね早いですよ、スタジオナビさんは。はい、再放送なんと明日から見れるようになります。第1回目から全て見れます。やったー、おめでとう。ということでね、スーパー男さん、よかったですね。スーパー男さんは17回目か8回目ぐらいからね、私のファンになってくださってね、っていうことでね、過去16回分見ることができるということでね、頑張ってみてくださいね。続けてみるとね、結構疲れるかもしれないですけどもね、はい、楽しんでみてください。シノもね、多分ね、初めの頃から比べるとちょっとずつ噛まないようになってると思うんですよ。でそこのとことかね、チェックしながら見たら結構楽しいかもしれないです。よろしく。そしてこだまっちさん、日曜日は最高でした。衣装も素敵でした。お母さんの前でのトゥーマイマザーは感動しましたよ。また参加しますと。ああ、かずさん、こだまっちさん、ありがとうございます。お母さんの前でね、トゥーマイマザーってなかなかね、歌う機会も少ないんですけれども、お母さんね、結構こっち見るんですよね。ちょっと目そらしてくれたら歌いやすいじゃないですか。凝視されてるからね、私もこう、ああ見たいとか思っちゃってですね、やっぱり親には叶いませんよね。でもありがとうという気持ちが伝われば嬉しいです。ありがとうございます。そしてしゅんちゃん、僕もフライング、日曜日はご苦労様でした。次回ワンマンライブ楽しみにしていますと。ありがとうございます。そうですかね、ありがとうございます。しゅんちゃんね、本当にいつもいつも。しゅんちゃんもね、生ライブの方が好きみたいですよね。ということは有限会社しののね、ライブ、そういうのもね、またちょっと長いライブしてみたいと思うので、よろしくお願いします。そして今坂優香さん、今日は残業しているので職場で見てます。明日仕事が終わったら夜の部へ行こうと思っているので予約よろしくです。行けなかったらごめんなさいと。 ありがとうございます。おーおーおー、ほんで服、この前の特番と同じ服ではって、おー、私の服まで覚えてるんですか。私もそんなに何枚も服ないですよありがとうございます。でちょっとの時間しかないって、あれは瞬時に移動したのではないですか。まさかステージから通路を走っていたとか。まさかですよ、まさか優子さん、イリュージョンですからね。はい、シノは舞台で消えて一瞬で舞台の後ろまで瞬時に瞬間移動してから歌ったということでね。はい、でも歌う場所にハプニングがあったということで、これで OK でしょうか。はい、ありがとうございます。そしてね、明日お待ちしておりますので来てくださいね。はい、でスーパー男さん、せっかくのライブ行けなくてごめんなさい。いえいえ全然ですよ、本当にね。奥さんも来てくださってありがとうございました。ね、スネムシさん、駅からダッシュ、ギリギリ間に合った。足のまみれライブお疲れ様でした。めちゃめちゃ楽しかったですと。いやー、スネムシさん、私も楽しかったです。ほんとね、3時間半やっても次の日全然元気でしたよ。私次の日白浜行ってましたからね。すごいでしょ。でね、次の日これ笑い話